なんちゃって家族は2013年にアメリカ合衆国で制作されたコメディ映画。死がないマリファナの売人デビットはある日ホームレスの少女に絡んでいた街の不良たちに襲われてマリファナと売上金をそっくり奪われてしまう。この落とし前をつけるために彼は元締めのブラッドから仕事を強要される。それはメキシコから少量の麻薬を運び出すというものだった。 自分一人では怪しまれずに国境越えをすることは難しいと考えたデビッドは同じアパートに住むストリッパーのローズさえない同貞少年ケニーそしてあの日不良に絡まれていたホームレス少女のケイシーを誘って家族のふりをしてキャンピングカーで麻薬を運び出すという大胆な計画を思いつくこの計画にしぶしぶ賛同した偽家族ミラー一家は 一路メキシコを目指すのだった。ところが、運び出す麻薬は少量どころか、とてつもない量があり、キャンピングカーに何とか隠すまでは良かったが、それは、本当は別の組織が所有するもので、偽家族は、その組織から命までも狙われることになってしまう。デビットはブラッドにまんまと騙されたのだ。こうして、偽家族は、 麻薬を取り戻そうとする組織やことあるごとに行動を共にすることになる家族連れなどに悩まされながらも大量の麻薬をロスのブラッドに届けるために奔走する。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。